武井壮は、日本のタレント、元陸上競技選手、日本フェンシング協会会長、陸上競技、十種競技元日本チャンピオン。引退後は、タレントとして活動し、百獣の王を目指している。スペシャリストジャパン所属、東京都葛飾区出身、修得中学校、高等学校を経て、神戸学院大学法学部に進学。中学、高校では、成績が、 トップで入学金の免除、奨学金の支給がされていた。中学では野球、高校ではボクシングに取り組んでいたが、大学時代に短距離走を始め、神戸学院大学3年時に十種競技へ転校する。中央学院大学にスカウトされ、神戸学院大学卒業後に進学。1997年の第81回日本陸上競技選手権、大会十種競技において、 競技歴2年半で優勝する。100メートル総ベスト記録の10秒54は2015年まで、十種競技、100メートルの日本最高記録だった。中央学院大学卒業後に陸上を辞め、1998年から2000年までアメリカにゴルフ留学。2001年1月から2月にかけて台湾プロ野球リーグ。 中心ホエールズの冬季キャンプ特別コーチを務めた後、同年3月からは、スポーツトレーナーとしての活動を本格的に始め、2010年までの間、陸上選手は元より、競輪選手、プロゴルファー、プロ野球選手の個人トレーナーも務めていた。2003年頃本業の合間に、芸能活動を始める。本気で、プロ野球選手を目指し、足がかりとして2005年1月、 社会人野球チーム茨城ゴールデンゴールズに投手として入団。試合にもしばしば出ていたが、同年10月に32歳で入団テストをやらせてくれる球団がないことに気づき、同年末に退団している。同時期に芸能人草野球チーム神様に外野手として入団している。仕事柄ホテル暮らしが多く、2004年頃から2013年まで家なし生活を送っていた。 2006年3月19日に西麻布のスポーツバーで犬用ガムを噛んで顎を鍛えているところをピエールダキに発見され、同年5月よりスペースシャワー TV 王者らに森山のマラソンチャレンジのためのトレーナーとして準レギュラー出演。その後も同番組の企画で CD デビューするなどしたことからピエールダキは竹井荘の第一発見者とも言われている。 2012年5月、森山の紹介という形で、埋もれ人に、百獣の王を目指す男として出演し、注目を集め、地上波のバラエティ番組で活躍するようになる。スポーツ系の番組のほか、クイズ番組への出演も多い。現在は、ウェブ検索で、百獣の王と検索すれば、大抵の場合トップに、ムページ、竹井壮、または、 タケイソー関連のウェブページが出てくることから、人々にタケイソーイコール百獣の王という考えが定着しているとして、自分はすでに大衆的には百獣の王としての地位を確立していると話すこともある。その一方で、タレント活動の傍ら、陸上競技のマスターズ大会にも随時出場。2013年には、ブラジルの世界マスターズ陸上競技選手権大会の 男子200メートル決勝において22秒64というタイムで銅メダルを獲得した。また2014年6月22日開催の第34回沖縄マスターズ陸上競技選手権大会には M40 クラスの400メートルリレーにアースリーツチームのアンカーとして出場。決勝では同種目のマスターズ世界記録に100分の5秒差と 迫る42秒25で優勝資金メダルを獲得するとともにマスターズのアジア新記録及び日本新記録を達成した。2015年にフランスのリヨンで開催された第21回世界マスターズ陸上競技選手権では M40 クラスの400メートルリレーに日本代表のアンカーとして出場。42秒70のタイムで優勝し、再度金メダルを獲得した。 2015年1月公開のインド映画、ミルカに日本代表選手役で出演し、海外映画デビューを果たす。2017年には、ときめき宣伝部のセカンドシングル、ド,ドドドドリーマーの作詞を担当。こちらでは、百獣の王、他系層を名義としている。なお、これは彼の作詞家デビュー作でもある。2020年1月5日、自身のインスタグラムを更新し、 旅行先のスペインで車上嵐に遭い、パスポートと財布以外の荷物が盗難されたと被害を報告した。また同行していたダパンプの建造の荷物も同様の被害に遭った。2020年2月、サッカー元日本代表の本田圭佑が東京都で立ち上げた社会人サッカーチームワン東京の監督に就任。2021年6月、 日本フェンシング協会会長への就任が決まる。陸上マスターズ陸上ゴルフ野球。ありがとうございます。